今回絶対ジンジンにあのおすすめしたいのは一つあって、切れるかどうかはほんまにさておきなんですけど、これやったら絶対切れるって私は思ってるんですけど、このスウェットのセットアップなんですけど、こうビッグサイズでメンズの175センチぐらいの人が着てもダボっと着れるサイズ感のスウェットなので、これやったらさすがに着れるんじゃないかなって思ってます。なのでジンジンが着たらとりあえずここの広場にここに連れてきて、これどうですかっていうのを、はい、言うつもりですね。女性の方に来ていただきたい。今回ほんまに一番自分も楽しみにしてて、今後自分もめっちゃ着るやろうなっていう服があるんですけど、それがなんかまあおしゃれ着でもまあ、あるんですけど、このジャージですね、こちらです。これがベロアのジャージのセットアップなんですけど、これほんまにおしゃれ着としても着れるし、こう例えばちょっとそこまでみたいな用事の時にも着れるのでめちゃめちゃ万能で、あと丈感にこだわってるんで、ちょっとなんかゆるゆるになりすぎないというか、意外とこれでブーツとか合わせていただくとめちゃめちゃかっこよく決まるので、これがすごいおすすめです。この上 の, あのリボンブラウスなんですけれども、これ白とグレーがあって、今グレーを着てるんですけど、まあ今から秋冬ってことで、こう長袖もそうやし、けど今の季節ってちょっと夏か秋か全然ちょっとどっちなのっていうことが多いと思うんですけど、そういう時に一番着れるのがリボンブラウスかなと。あとちょっときれいめな服を着たい時とかにもこの服めちゃめちゃ役立つので、すごいおすすめです。あとこの下のクロコダイルの柄のスカートなんですけど、これなんかクロコダイルって言ったらやっぱ黒みたいな勝手な印象があると思うんですけど、あえてこれを水色で作ってて、なんか水色の洋服上に黒とか合わせがちな人とかはすごいこれ1本持ってたらなんかこれだけでカラフルというかファッション出来上がるので、はい、すごい使い回しが効きますね。ブランドを立ち上げた時からこうポップアップをするのが一つの目標だったので、それが今回こう夢が叶ったみたいな感じで、すごい嬉しいですね。ありがとうございます。世界観を崩さないっていうのがまあ一つなんですけど、まあ、世界観も取り入れつつ、それこそこれから秋冬のコレクションが始まるんですけど、その秋冬のコレクションをいかにポップアップに間に合わせるかっていう葛藤がすごかったですね、はい、いつか、まあ、これはほんまに自分の勝手な夢なんですけど、洋服のこうブランドなので、自分ワンちゃんを飼ってて、なのでなんか自分の愛犬のコンセプトのお洋服もたくさんあるんですけど、それでお揃いなコーデとか、こうワンちゃん用のお洋服とかも作れたらいいなっていう勝手に自分で思ってます。あのジンジンにも着てほしいっていうのを連絡して、でおめでとうみたいな感じだったんですけど、ね、ジンジン着れる服あるって言われてで、あの今着れるか実際は分かんないんですけど、全然着れるから大丈夫って言ってます。とりあえず着て、はい、とりあえず着てって。